はい、酒好きの元に言い方たちの飲酒動画です。今回は、今回カクテル。ね。レッドブルウォッカというそのままのね、名前ですけど、を作っていきたいと思います。作り方は簡単。レッドブルの ロング缶を1本。そしてウォッカ。ウォッカがあいにく、ウィルキンソンのウォッカしかないんで、スカイウォッカがあれば使うんですけど、スカイウォッカがないんで仕方ない。これあんまうまくねえんだよ。これ確かあんまうまくなかった気がする。45cc。ウォッカを加えます。これ確かあんまうまくなかった気がする。このウォッカ。あ、また止まってる。なんなんだこれ。はい、また止まりました。もうなんなのこれ。返品しようかしら。まあいいや、とりあえずね、これを、ちょっと、このウォッカ。まあいいか。そんなにまずいってことでもないのか。で、レッドブルを、1本、丸々、入れて、もうちょっとでかいの入れればよかった。で、これで出来上がり。簡単っすね。完璧。あ、レッドブル久々に飲んだ。ちなみにこれを飲んでる、時間が、今、朝の4時半ですね。レッドブルはね、ちょっとね、そう、酸っぱいんだ。うん。ちょこっと酸っぱいのが特徴ですね、これ。てか、どうでもいいけど、あれやな。酒あんま俺、飾ってあるだけで飲まねえから。埃マルケになってしまった。結構ね、お酒はね、飾ってあるだけで大体飲まない。あんまり飲んでないんで。あそこら辺にあるのが大体、飲んでないんで。すっごい。この、埃がすごい。来るね。何が来るのか分かんないけど。
うん、まあ。でもやっぱウォッカはちょっと常備しとくべきだよね。ウィルキンソンウォッカは大してうまくねえんだわ。ぶっちゃけ。うん。大してうまくねえんだ。ウォッカ的な意味で、なんか、辛い、つうか、ウォッカ、ウォッカとしてはあんまり、ジャパニーズウォッカなんて、あれなんだな。やっぱああいうタイプ、スピリッツって、日課はもう、日課はウイスキーだけ作ってろよって、いうことなんですよ。あんまウィルキンソンウォッカうまいと思わねえんだよな。やっぱスカイウォッカーが一番好きなんですけど、あとアブソルートウォッカーとかもいいんだけど、スカイウォッカー買っとかねえとな。こういう時にね、あんまりね、うめえって思えない、心から思えないのが、アマゾンでポチッとやばいやん。個人的に一番好きなのがスカイウォッカーなんですけど、だからうますぎてすぐなくなる。でこういう割と特別な時に大体ない。あると思ったら自家製のスカイウォッカーで漬けたさ、ジンだったりするんだよ。アブソルドウォッカーはね、結構辛いっすね。これも有名なんだけど。値段が高い。1400円もする。1400円もするんだけど、アブソルトウォッカーもうまいはうまいんだよ。で、結構メジャーだからなのか、高いんですよ。で、スカイウォッカーは、美味しいっすね。これサントリーのスカイウォッカなんだ。サントリー、スカイウォッカってサントリーなんだ、これ。うん。でも製造はサントリーじゃねえだろ。これは完全に、ウィルキンソンのウォッカはこれあれだよね。うん。製造者日課ウイスキーって書いてある。多分これ、スカイウォッカーはサントリーが販売者なだけであって、製造者は、あれだから、外国だからね。アメリカ合衆国のウォッカー。うん。でも、ウォッカーって基本的にさ、まあ、この、まあ、いいや。ウォッカって基本的にロシアのもんでしょ。ロシアの、あれじゃない。で、スミノフウォッカが、韓国産になったんで絶対まずいんで、もう買う価値は 100% ないんですけど、前はうまかったんだよな。韓国じゃなかったから。あれ、イギリスだったから。イギリスのウォッカだったからうまかったんだ。アブソルートウォッカは、これ、ロシアとかじゃねえ。スウェーデン本社を送ってイギリスの方じゃん。北欧じゃん。
でもアブソルートウォッカは味としてはすっげえ辛い部類だよね。ただ、品質が、品質がっていうか、やっぱり、その、好きな人は好きなんだな。これはどっちかっていうと、ウォッカっていうのは、マイルドなウォッカが好きなんで、スカイウォッカはどちらかっていうとマイルドな方なんで、好きなんですよ。てか、すげえマイルドんだよね。スカイウォッカーはめっちゃマイルドなんですけど。スウェーデンが誇る究極のプレミアムウォッカー、アブソルートウォッカーっていう、らしいです。いや、アブソルートウォッカーは世界で、ああ、もう。このさ、外国のさ、サイトだからさ、なんかあれなんだよね。いちいちさ、見るのにさ、なんか、年齢、を確認みたいな感じでいちいち入力めんどくせえんだよ。アブソルートウォッカーは世界で最も有名なウォッカーの一つです。1979年にアメリカで販売開始されてからはプレミアムウォッカーの世界を一新し、アートやカルチャー、うんたらかんたらって書いてあるけど、これ1979年にもともとアメリカで発売されたんだね。まあ、製造はどこだか知らんけど、一応アメリカで販売されたんだね、これ。製造はスウェーデンみたいだけど。ってことはやっぱりアメリカで売ってるってことは、それだけウォッカーを飲む人間が、あれなのかな？アメリカが多いのかな？おー、なんか、覚醒してきたっていうか、覚醒っていうか、なんだ。この動画の前に、サンガリアのエナジーハイ飲んでるんですよ。なんだろう、頭痛、軽い変な頭痛が、軽いなんか、頭がボワボワーとしてきたな。頭クラクラしてきた。おぉ、やべえ、さすがレッドブル。やばいかもしれない。あんまりね、よろしくないらしいです。酒とエナジー系のドリンクを、あれ、一緒に飲むのはよろしくないみたいな。ですね。ああ、これね。そう。ウォッカはね、そう、ジンと同じでスピリッツなんですよ。これ忘れてたな。冷凍庫に入れてトロトロにするとうまいっていう。このウィルキンソンウォッカもこれ、冷凍庫に入れてトロトロにして飲んだ方がうま、うまいかもな。うまいかもわからん。
カクテルとかに使うときもね、やっぱ冷凍庫に入れといて、した方が、基本カクテルって冷やすんじゃないですか。あ、これもカクテルなんで俺氷入れてるんですけど。基本的に、それは、いいです。うん、やっぱり。冷凍庫に入れとくと、ジンとかもそうだけど。美味しいんですよ。うん、そっかそっか。アマゾンだと、売れ筋ランキング4位ですね。アブソルートウォッカ。で、1位がスピリタス。2位が、ウィルキンソンウォッカの40度。今飲んでるやつですね。うん、そんなうまいか。ウィルキンソンウォッカ、ランキング入ってるけど、値段が907円だからかな。スカイウォッカー、スカイウォッカーあれ送料かかるんだな、これな。だからあれなのか。売れてねえんだろ。おそらく。送料600円ぐらいかかるから、これアマゾンでは売れねえよ、これ。935円プラス送料580円かかるもん。これは売れねえわ。これ当たり前だよ。だって俺プライム会員なのに580円かかるって書いてあるからね。これは売れないです、それは。なるほどね。それだったらアブソルトか買うわな。いや、でも、スピリタスも美味しいですよ。うん。アルコール度数96度ですけど、これ40度に割って水で飲ん、割っちまえばいい話なんで。うん。結果として逆に安上がりかもわからない。うん。当然ミネラルウォーターで割って、ミネラルウォーターで割るから、それでも高いな。高いな。スカイウォッカーはそこら辺の酒屋行けば絶対売ってるんで、で、絶対売ってるんで、で、しかも値段が1000円以下か1000円ぐらいで売ってる、絶対。で、見た目もすっげえ綺麗なんで、ブルーで。で、あと俺がやっぱり、押すポイントはやっぱ、うまいっていうのと別に、当然うまいんですけど、これスカイウォッカー他にない、4階上流3階ろ過なんですよ。アブソルドウォッカとかは、何回蒸留して何回ろ過したのかなんて、書いてないんですよね。うん。製法まで書いてないんですよ。何回蒸留して何回ろ過したかって書いてあるウォッカって多分これぐらいなんですよね。
で、やっぱり味もすごいマイルドで飲みやすい。アブソルートウォッカは、辛い。ストレートで飲むと、明らかにわかるんだけど、スカイウォッカと飲み比べれば、多分一目瞭然でしょ。度数は同じなのに、同じ40度なんですけど、明らかにね、辛いんですよ。明らかに。そこかな、やっぱね。で、この、アブソルトウォッカは、書いてないんで、何回蒸留して何回あれしたかなんで、一切書いてないんですよ。で、うん。かな。だよね。そんなもんだね。まあ、これも好みなんだけどさ。大体ウォッカはストレートに飲むやつは大していねえんだけどさ。確かに。確かにいねえんだよね。だから大体なんかで割って飲むんで、ようわからんっていうパターン。大体何かで割るともうようわからんから。かな。うん。うまいかまずいかでいくとうまいんだけど、なんだろう、このここら辺のこの脳がピーキーンじゃないけど、なんかここら辺がぐる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 ってなんかしてる、モワモワってなる。酒飲んでこんなことなんないもんね。ちょっとあれだな。これ作る、これはちょっとハイになってんのか何なのかよくわかる。むしろなんか頭がクラクラする。これ俺酒飲んでこんなことあんまなんねえ、なんねえんだけど。はい、ということで3443です。あんまりこれはちょっと気分が悪くなるので、あんまりやらない方がいいかもしれない。ということで、ご視聴ありがとうございました。